岩井コスモ証券株式会社は、大阪市中央区今橋に本社を置く、証券会社で、岩井コスモホールディングスの完全子会社。岸和田市発祥の自場証券である、岩井証券が、経営不振に陥っていたコスモ証券を買収する、形で合併した。藍沢証券、市吉証券、極東証券、水戸証券、丸山証券、東洋証券と並ぶ。 中堅証券会社に位置づけられる。発足当初の本社は大阪市東区本町であり、その後は大阪市中央区北浜にあった。コスモ証券の前身の株式会社、野村商店は大和銀行の源流の一つでもあったため、一時期は理想な銀行と親密であった。経営危機に陥る前の1992年までは日本生命が株主筆頭だった。 経営危機に陥った1993年に顧客に利回り保証を行う飛ばし事件で経営危機に陥ったため大和銀行の参加となる。この問題で証券取引等監視委員会はコスモ証券の経営破綻で明るみに出た別の飛ばし問題で行政処分を初勧告した。この当時は銀行、証券、生存保それぞれが 縦割り行政の時代であり、銀行による証券会社の子会社化は認められていなかったが、当時の大倉省が特例として、大和銀行がコスモ証券の発行済み株式の過半数を取得して、救済することを認めたため、倒産の危機を免れた。2004年3月26日から4月15日に行われた CSK による株式公開買い付けに賛同し、同社が 株式の50.0%を取得し、子会社となった。2008年8月1日には、CSK ホールディングスとの間で、株式交換を行い、同社の完全子会社となった。その後、2010年4月に、岩井証券の完全子会社となる。2012年5月1日に、岩井証券を吸収合併し、岩井コスモ証券株式会社に、称号変更した。 全身のコスモ証券と大輪会の中核企業、リソナ銀行が共に野村財閥系であることから大輪会の会員企業である。顧客への投資信託の販売の際に手数料目当てに短期間で別商品に乗り換えさせる、いわゆる回転売買を繰り返していたことが判明し、東京証券取引所は2010年3月16日にコスモ証券を開国処分とした。 また、この件に関連して、大阪市在住の63歳の女性や、京都市在住の78歳の男性が、回転売買で損害を受けたとして、コスモ証券を相手取り、契約1400万円の損害賠償を求め、大阪、京都両地裁にそれぞれ訴訟を起こした。過去に、在反テレビ局制作の全国ネットのテレビ番組のスポンサーでもあった。 その他には在京テレビ局の全国ネットのテレビ番組のスポンサーを務めたことがある。以下はコスモ証券時代。その後の金融ビッグバンで垣根はなくなり、証券会社の多くが銀行の系列入り、子会社化され、銀行グループ、証券と名乗っている。ハット CSK は2005年10月から2010年9月まで純粋持ち株会社制を導入していたため、 その間は社名を CSK ホールディングスとしていた。ありがとうございます。